キング&プリンスからの独立、成功への道を歩むナンバーアンダーライン I と新たな挑戦を続けるキング&プリンス株式会社。2023年、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人がキング&プリンスを脱退し、新たなグループナンバーアンダーライン I として活動を開始しました。この決断はファンにとって驚きと同時に心配の種でもありました。しかし時が経つにつれ、彼らの選択は正解だったと感じる声が増えてきました。脱退後、ナンバーアンダーライン I は順調に活動を続けています。今年の4月、彼らは世界最大規模の音楽フェスティバルであるコーチェラに出演し、世界中の観客にその実力を見せつけました。音楽関係者は、旧ジャニーズから離れ滝沢秀明氏のもとに走った結果、コーチェラへの道が開けたと語っています。この大舞台での成功は、彼らの新しい道が間違っていなかったことを証明しました。またナンバーアンダーラインアイクは日本国内でも多くのテレビ番組に出演し、日本マクドナルドやサントリーの CM にも起用されています。これにより彼らの露出はさらに増加し、多くのファンにその存在をアピールしています。キング&プリンス株式会社の設立。一方、永瀬廉と高橋海人のキング&プリンスも新たな動きを見せました。彼らはキング&プリンス株式会社を設立し、時生や嵐と同様にスタート社とエージェント契約を結びました。この動きにより彼らはさらに自由な活動ができるようになりました。キング&プリンスは嵐から引き継いでいた雑誌の連載を終了するなど、現状の仕事を整理し始めています。このため一部のファンや関係者の間では、2人もナンバーアンダーライン I に合流するのではないかという観測が広がっていました。しかし新会社の設立により、この噂は否定される形となりました。嵐の独立を見習った可能性。嵐も二宮和也と松本潤が独立し、株式会社を設立することでグループとしての活動がしやすくなった経緯があります。キング&プリンスもこのモデルを参考にした可能性が高いです。これにより将来的に5人が再び揃う可能性も完全には排除できませんが、方向性の違いで分かれたことを考えると、そのハードルは高いと言えるでしょう。ファンの声と未来の可能性。キング&プリンスとナンバーアンダーライン I に分かれた彼らの未来に対するファンの期待と不安は様々です。あるファンは、正解かどうかは分かりませんが、これで良かったのかもしれないと述べています。2人が新会社を設立したことで、お互いに SNS でフォローし合うような関係が生まれることを期待する声もあります。5人6人に戻ってほしいと思っているファンはどれだけいるのでしょうか。私は今それぞれが頑張っている場所で活躍できればそれでいいと思っていますとの声もあり、ファンの間でも様々な意見が飛び交っています。合流することがあれば応援するし、合流しなくても応援していくというスタンスを持つファンも少なくありません。ナンバーアンダーライン I として活動する3人に対しては、世界が市場である企業からのオファーが引きも切らず、 CM に出演している姿は感動すら覚えるとの声もあります。アーティスト活動も絶好調で、3人が助け合って信じ合う姿が魅力的だと感じているファンが多いです。一方でキング&プリンスの新たな道を応援するファンも多く、今の彼らを見ていれば脱退対処で語ってたことは本当なんだなって思うとの声もあります。それぞれが違う道を進むことを決めたのは思いやりのある決断だったと評価する声もあります。2023年、キング&プリンスを脱退した平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人が結成したナンバーアンダーライン I は新たな活動を始めた。彼らの目標は明確で、世界を舞台にしたパフォーマンスを夢見ていた。この夢を実現するために、彼らは旧ジャニーズ事務所を離れ滝沢秀明氏のもとに移籍した。この決断が彼らに新たな扉を開いたのだ。ナンバーアンダーライン I は世界最大規模の音楽フェスであるアメリカのコーチェラに出演し、その存在感を示した。さらに週刊ナイナイミュージックやウィズミュージックといった音楽番組への出演を果たし、
日本マクドナルドやサントリーの CM にも登場するなど、国内外での露出を増やしている。彼らの活動は順調そのものであり、旧ジャニーズを離れた選択が正しかったと証明されつつある。一方、キング&プリンスに残った永瀬廉と高橋海人も新たな道を歩み始めた。彼らは新会社、キング&プリンス株式会社を設立し、スタート社とエージェント契約を結んだ。この動きは、TOKIO や嵐の独立の流れを踏襲するものであり、グループとしての活動を維持しつつ、個々の自由な活動も可能にする狙いがある。この新会社の設立は、永瀬と高橋がヘイヤラに合流するのではないかとの憶測を払拭した。一部のファンは、5人が再び一緒になる可能性を期待していたが、方向性の違いが明確になり、それぞれの道を歩む決意が固まったことを示している。キング&プリンスの解散と再編は、多くのファンにとって衝撃的だった。彼らがそれぞれの道を歩むことを決断した背景には、深い葛藤と複雑な事情があっただろう。ファンはその選択を尊重し、どちらのグループも応援している。正直、5人、6人に戻ってほしいと思っているファンはどれだけいるのでしょうか？私は今それぞれが頑張っている場所で活躍できればそれでいいと思っています、というファンの声が示すように、彼らの選択を受け入れ応援する姿勢が見られる。また合流してまた5人で同じグループになるっていうのは正直もうないだろうと思う。でもコラボしたり番組で共演したり、今までにない新しい形を5人なら作っていってくれる気がします、という意見もあり、ファンは新たな形での再会を楽しみにしている。ナンバーアンダーライン愛とキング&プリンスがそれぞれ異なる道を歩む中で、彼らの音楽とパフォーマンスは進化し続けている。彼らの成功は単に個々の才能だけでなく、ファンの支持と愛情によって支えられている。特にナンバーアンダーライン愛の世界進出は日本のエンターテインメント業界にとって大きな意味を持つ。彼らがコーチェラでのパフォーマンスを成功させたことは、日本のアーティストが世界で活躍する可能性を示すものであり、今後の若いアーティストたちにも大きな影響を与えるだろう。一方で、キング&プリンス株式会社の設立は、グループ活動と個々の活動を両立させる新たなモデルを示している。これにより、エンターテインメント業界における新たなビジネスモデルの可能性が広がることが期待される。キング&プリンスとナンバーアンダーライン愛に分かれた彼らの道は、まだまだ未知数です。しかし、彼らがそれぞれの場所で活躍し続けることをファンは心から応援しています。将来的に5人が再び一緒になることがあるかどうかは分かりませんが、それぞれが新しい形でコラボしたり、番組で共演したりする可能性は十分にあります。今後の彼らの活動に目が離せません。これからも彼らがどのように成長し、どのような新しい挑戦をしていくのか楽しみです。そして、その過程をファンと一緒に見守り続けることができるのは、彼らにとってもファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。